鬼巻き。なんじゃないけど嬉しいですね、やっぱり。いやー嬉しい。オーストラリア初キングですか？初キング。メタルバスター。来た。ヒーラー。さんの目の前に釣れました。すっげえ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。やられました。はい、昼飯後の部です。これからいつもの場所に向かいます。潜ってるといいですね。あそこ湧いてんだ。湧いてる。あ、うろうろしてるから多分小康状態になってるだけで、出してますね。やはり手前ブレークがねきついから、うん、であそこまで一回行き止まりのやつなんですけど、こいつも行けるんですけどね、うん、通り抜けできないって書いてあるだけなんで、そこは、うん、で奥に行くともう行き止まりっていう看板があるんで、向こうで巻いた時はもう躊躇せずに越えてます。警察が蹴散らしてますね、テレビ塔。この辺りスロージギングのベストポイント。これどうやれば取れますか？上に上げると、はい、ポンってこっちですね。名物ですね。名物 BP 名物の高いじゃないですか。ありがとうございます。でかーい。ちょっと
魚体を痛めないようにどっか芝生のところで。いやスローブラッド最強。このポーションでこのサイズってすごいな。カルチャーショック。だあ、あ、キ釣れました。多分60回いかないかぐらいですね。あの、話します。これは面白いな。何にもできないですよ。ただ巻くだけなんですよね、これね。あ、そうなんだ。ん、平場巻くだけで、ただ平場と違うのは巻くだけでこうボブリングするんですよね。ヘロ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 って、早巻きすると。そうそう、うん、他のメーカーどこも出してないですよ、そんな変わった形の。こう変えて、例のあのブレードがついてるやつで、リアバーの普通のタイラバ用の別売りのやつをつけました。たぶんこっちだと思う。うん、こっちだと思う。そうですね、だってポール中だから。そう、多分こうなってる。そう、パク、鉄さんこれ爆笑してました。いやー、ちょっとタイラバーブーム来るかもしれない、うん、鉄さん。まだまだついてるね。これちなみにボルテ、タイラバです。マジ？うん。手前のブレイクまで追いかけてくる、水平線も見えたんで、普通に溜めたらバーンってきましたね。あ、これ相当出さないと。クラッチャーまだかかってんな。左側にここブレーキあるんで、必ずあの釣りに行くんですよ、その上って。浮かせる、大丈夫、大丈夫、浮かせる。座ってます、大丈夫です。こっちから、左から入れますね。入った？よし、あとはありがとうございます。あ、釣れた。すごい。ありがとうございます。これ71分じゃないですか。すごい。やった。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい。さすが。やや唐揚げになりましたね。じゃあ洗うか。僕まで洗いましょう。ボルテ、スイミングタイラバで、キングフィッシュ釣れました。ありがとうございます。あ、ちなみに石井さんの目の前で釣れました。すっげえ嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。やられました。どうです、本日この場所で使用したタックルですが、まずリールですねは、シマノの、19ストラディックの 4000XG になります、はい、で、ロッドの方が、同じくシマノのですね、今のヒットルアーは、パームスの、ブロテ 45g ですね。これはあのスイミングラバージグという面白いカテゴリーの、ルアーになります。ジグと、タイラバのいいとこ取りをしたようなルアーです、効果抜群ですね。さすがです、ありがとうございます。